こういう形でこれから使えるのかな、まあ、夢起こしでいますね、ワクワクしてます。この地域の活性化にもつながりますし、とても楽しみにしてます。逗子市によりますと、園内にある緑地は動植物の生態系を調べるため、今年の秋以降開放する予定です。